こんにちは、疲れた犬でーす。今日は、訪問販売の方が来た時の話をしようと思います。で、ある時仕事してたらインターホンが鳴ったんですね。ピンポーンって。何もポチってないから今日届くものないと思うけどなーって思って、まあ出てみたんですよ。どうも、この区域の電気会社の担当の者です、みたいな名乗りをしてきたんですね。で、担当者なのかって思って玄関先まで来てもらったんですよ。そしたらですね、わざわざマスクを外して話し出してですね、コロナ怖いから外してほしくないんだよなって思ったんですけど、で、彼が言うには、3ヶ月前にお得なチラシを投函させていただいたんですけどっていう話だったんですよ。って思って、で、やっぱりマンションとか住んでると、ただでさえ LINE チラシばっか入ってくるんですよ。で、その中になんか電力会社を変えませんかってやつが入ってても、いや、知らんしってなって、多分その場で捨てるじゃないですか。なので、いやー、さすがに覚えてないっすねって返したんですよ。それは重要じゃなかったらしくって、じゃあなんて話したんだよってなったんですけど。で、それから急に検診票を見せてくださいって言われたんですよ。検診票って何？ってなっちゃって、ちょっと検診票がちょっとよくわからなかったので、うちそういうのを全部ネットで完結してますわ、みたいな適当なことを言って、ちょっとその場合はちょっとごまかしたんですけど。で、時間もあんまり取られたくなかったんで、ちょっと仕事あるんでまた今度来ていただけませんかって言って、その場帰ってもらおうとしたんですけど、いつ頃なら来ていいですか？みたいな感じで言うんですよ。来るなって言ってんだこっちは、みたいな。で、今年中は無理っすねって、仕事あるから、みたいなことを言ったんですよ。もう今日はちょっとさすがに無理っす、お疲れっす、みたいな感じでドアを閉めて終わりにしたんですけど。で、さっき話した検診票、これを見せるとですね、なんか勝手にその電力会社が切り替えられてめっちゃお金取られてるみたいなことがあるらしくてですね。なので、その時に来た訪問販売員の方もなんかそういう詐欺に加担してる方だったのかもしれないですね。けど、こういうの初めて経験したので気をつけないとなって思ったっていう話でした。NHK の徴収だったりとか、インターネット回線の勧誘とか、なんか正直多分ろくでもないので、とりあえず無視した方がいいかもしれないですね。時間が取られるだけですから。